遊びのためにご参集をいただいた神輿高校の皆さん、そしてまた近隣各県から応援をいただきました皆さん方、今年もよろしくお願いします。まず最初に自動招待会会長浜島さんよりご挨拶をいただきます。大きな拍手。皆さん、こんにちは。スワビンジャー自動招待会長の川島です。平成27年スワビンジャー生態祭のフォロシャスピッチピッチで、俺の未来のフォロシャスが乳首がみたいな。皆さん、夏です。全然勝ってない。祭りです。みこしは元気で運用してきてやると思います。まず、スワビンジャーの自動招待をご紹介いたします。市長代表でございます。鈴木さんです。続きまして、市長代表でございます。坂本さんです。おめでとうございます。坂本さん。続きまして、市長代表でございます。青木さんです。続きまして、羽衣町で代表でございます。石田さんです。スワビンジャー五輪協会の代表です。頑張っていきましょう。続きまして、たくさんには石田の姿がございますが、例年のように次、寝られる人たちだから皆さんたちもお出でございますので、ご紹介をいたします。それでは、こちらご飯決定です。初谷天神社の宇治高校隊の豊泉社長でございます。今日は諏訪神社の例大祭にこのように盛大に開催いたしまして、おめでとうございます。この祭りを通して明るく強い立川城を築いていきましょう。朝日天神社奉賛会会長の朝日秀明さんです。続きまして、お隣からやってまいりました熊野神社総代会の皆さん方、どうぞ前の方へ。ご招待いただきました熊野神社の宇治総代会会長室三河本でございます。今日本日は熊野神社の総代会がこのように盛大に最高になります。お喜びを申し上げます。おめでとうございます。で今日は熊野神社の方から、4名で参拝並びにお祝いに参加をお越しいただきましたので、ご紹介をさせていただきます。はじめに、責任役員であります矢島副会長、同じく責任役員の石川副会長、同じく責任役員である井上副会長、以上4名で参りました。本日はおめでとうございます。はい、どうもありがとうございました。アルサミ神社、黒田神社、あそこに例大祭をやっております。お時間のある時にはどうぞ両神社の例大祭にも皆さん方ご参加お願いを申し上げます。続きまして、議事連の万田会長さんよりご挨拶をいただきます。万田さん、よろしく。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました立川市自治会連合会の会長、そして立川よいと祭り実行委員長の万田と申します。本日は諏訪神社例大祭の三越富がこのように大勢の皆様のご参加によってですね、盛大に開催ができますこと、心からお喜びを申し上げます。当連合会といたしましては、このようなお祭りを通して、このふれあい交流によってですね、郷土意志を高め、また絆や連携が強まることに大変期待をしているところでございます。今日この富によりましてですね、皆様も楽しく、そして安全に巡行ができますよう、
お願いをいたしまして、ご挨拶に返させていただきます。本日はおめでとうございます。はい、どうもありがとうございました。続きまして、地元選出で大変活躍をしております、長島衆議院議員よりご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。諏訪祭りいよいよメインイベントです。どうぞ御輿堂の精神にのっとって堂々たる御輿堂を見せてください。宮城まで頑張ってください。ありがとうございました。続きまして、立川みこし会では、顧問を務めながら、トップとして大活躍をしております。なんか笑っておりますけどね。それでは清水議員からご挨拶をいただきます。いいぞ、こうちゃん。ありがとうございます。ご紹介いただきました。立川みこし会の顧問を務めております、私都議会議員の清水浩二でございます。今年はハッピも作っていただきました。これからも顧問としてしっかりと働いていきたいと思います。そして皆様は諏訪大神様のご利益をどうか皆様方のお力で立川市内全域に振りまいていっていただければと思いますので、最終最後まで事故がないことをお祈り申し上げまして、一言の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。はい、両方で本当にご挨拶ありがとうございました。続きまして、当諏訪神社は我々小さい時からお諏訪さん、お諏訪さんと愛親しんでまいります。このお諏訪さんの担ぐ来てあります高橋さんにより皆様なんかの歓迎を兼ねましてご挨拶をいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。皆様こんにちは。本日は本当にたくさんの会の皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。みこし東京に移りましては事故トラブルがないようお願い申し上げまして感謝でございますが挨拶いただきたいと思います。おめでとうございます。ただいま神主さんからご挨拶をいただきましたこの神社、昔はおみこしの富の、いわゆるみこしというものが各町内会ではありませんでした。お囃子、そしてまた相撲の神事、そして神楽の神事と、そうした神事で例大祭が執り行ってまいりました。戦後各町内会でおみこしを揃えながら今日に至っており、そしてまた十数年前からこちらの先代の神主さんの同級生でありました花口の初代の会長高橋さんが交渉をいたしまして、おみこしがあれば夏祭りが最高に盛り上がるよということでお願いをいたしまして、それ以来おみこしの登場は始まりました。そして、昨日のお昼、各町内会のおみこしがこちらの境内に相揃いまして、皆さん方と同じようにみこしの富を始める神事を初めて取り行いました。大変にぎやかに、本当に日本の祭りだな、立川のお祭りだなという雰囲気を味わわせていただきました。どうぞそれに引き続き大きなおみこしで皆さんの熱気をこれから盛り上げていただきたいと思います。それでは立川みこし会の紹介に先立ち、立川みこし会の高橋会長からご挨拶並びに各会の会長のご紹介をさせていただきます。高橋会長よろしく。ご覧様の方からご覧になりまして、一番右端におられますのは立川みこし会の会長高橋君でございます。大きな拍手。彼は立川の花仏を兼ねておりましてね、そちらが出身校になっております。それでは改めて立川花仏の野崎会長です。立川草仏の竹内会長、新仏の木村会長、諏訪主婦会竹井会長、
呼ばれ方横山会長高柳会長、羽衣会、篠田会長、なお羽衣会はすでにお笑い新庄を終えまして、羽衣会話を神輿がすでに作業を執り行っておりますので、こちらからの神事はご参加されておりますので、よろしくお願いをいたします。それでは会長よろしく。それでは御祖様の皆さん、なんかおなじみのご飯店の採用式を、着床式を行いますので、日本総代会の会長、そしてまた御祖の会長さん、ご登壇よろしくどうぞお願いをいたします。はい、それでは式典が始まります。よろしく。はい、それで諏訪神社のお出席をいただきました。彼の背中にはお諏訪様のものものの神様がご厚人をされておりますので、安心でございます。皆さん方、彼を先頭に無事に富を終わられますようよろしくお願いをいたします。それでは改めて会長から挨拶、そしてまた出発の神事を行いますので、よろしくお願いをいたします。立川神輿会の高橋です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。立川神輿会、各同好会並びかりまして、また重ねて御礼申し上げます。ありがとうございます。これからですね、宮出しを行います。みこし渡御中は、一切トラブル、また怪我のないよう、一つ最後の最後まで盛大によろしくお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。今年も一機ずつ上げます。一機ずつ上げますんで、その前のみこしを見ながら順次上げていってください。じゃあ、上げる支度をしてください。どうぞお願いします。